撮ったらめっちゃおもろいあれ見せてたからさ、あー長崎ヒルズボールめっちゃおもろいあれ見せてよと、グッドズボッドももたさん聞いていただきました。あー長崎ヒルズボールあれめっちゃじわるんやけど、 1, 2, 3, like this 1, 2, 3, like this。撮ってほしいって、いやいやいやどうしようって、キダンってしんどいね、はい、キダナルのカッコつけまで3、2、1。サブマジでな、樋口じゃあな、直哉見たやんな、じゃあ樋口のカッコつけるまで3、2、1。それキダネクストゾーンの時のキダ。お前らさっきからお前しまけるな、得意太一もな、キダナルのなネクストゾーンのモノマネばっかりしやがって、大体大体モノマネしたくなんねんな、それはちょっと見ときたい。ネクストゾーンのウォーウォーウォー言って、ウォーウォー今日のキスだって、ひどい、これはひどい、これはな持ってるよな、持ってるな、大盛りやもんな、本家見たな、本家見たよな、このキスが僕らを好きだ、いや一緒に一緒に一緒にやってみよう、一緒にやってみよう、はい、いっせーので、ウォーウォーこのキスが僕らを好きだ、出して一緒一緒びっくりするぐらい一緒じゃあこいつらなんでこのキャラのこんなやつとか出たさってさ、まかりですのさ、そうやな、一に上がったやつやろ、そうだからあん時のやつ見たらあかんで、みんな見てくださいね、めちゃめちゃブルンブルンみんな見てくださいね、それまた見てくださってほしいんですけど、得意大地に見せたらもう誰でもいじるから、でも得意大地もあ あるもんな、そうイズイズミーのやつなイズイズミーあるもんな、待って待って、その前、その前か、イズミー、違う違う違う、そこじゃない、これそこそこそこ、力が出会いたいわ、ポチベッチポチベッチ力に変えて でもマジでこれレベルで何言ってるか分からへん、この動画が知りたい人はあのファイナルリリーフ、サードファイナルリリーフ見てください、見てください、でその大阪編にも あるんですよ、コリス一緒最初やな、一緒最初やな、バッサーでーすとかでさ、そうそう、バッサーでーす、コウヘイです、ユキです、コウです、はい、一人だけほんまに一人だけ、コウです、コウです、コウです、あ、バッサーが虹入れてますよね、樋口はエグい、あ、そうですね、そのやっぱり一言ずつ言っていきましょうか、3部、僕たちの番が終わりました、良かった点、さっきスタッフさんにもね、3部が一番良かったよって褒められましたが、どうでしたか、そんなにスカすんなら僕一人で言いますはい、マサです、ですね、褒められて、そのこれやべえやキダナルってなんでこんな抱きつくんですか ね人のこと大好きなんですかね、そうなんですよ、なんか人のこと好きすぎません、いやなんかサクちゃんに関してはサクちゃんから抱きついてくるって多分翼とかコウ君も知ってると思うんだけど、なおはバトボ大阪はなんかなおからあれやな、誰も抱きついてくれやもんなそうそうそう、サクちゃんみたいな優しい人がおらんから、サクちゃんはもうなんかこの前も電話してたんですけど、なんかほんとミュージックビデオ見たよって言ってくれて、ほんとやっぱなおだなって思った、サクちゃん俺にさ連絡しなんか電話してくれへんの、電話してくれへんの、あれおっと、小原サクちゃんなんでしてくれへん、俺こんな好きやん、サクちゃんのこと、じゃあ告白しとく、サクちゃん連絡してや、待ってんで、誰がキュンキュンすんの、リンリン言う、誰がキュンキュンすんの、リンリンどうするんこれ、どうするん、サクちゃん待ってんででな全国選抜なあのな、サクちゃんだけじゃなくてハルマもめちゃめちゃ電話してくるんですよ、え、なんでハルマ俺に連絡してくれちょっと待って、また発覚え、なんでハルマ俺に連絡してくれ
な。それは春馬どうする。それは小原が、なんで俺に入れらしてくれへんの。春馬似合わなくばっかりするから。してないやん、こんな好きやのに。お互いいじり合っての仲やのに。ガサタのデータイル、ガサキング、ガサキング。ごめんなさい、知りません。ガサキング、ガサキング、ベイベー。ガサキング、ガサキング。閉めて、直哉。え、ちょっと待って、まだ閉めりたいねん。この、え、何？なんか、春馬とランジと、ディズニーにね、行こうっていう計画を立てるんですけど。それ、今喋ることですか？はい。そうなんですよ。めちゃめちゃ楽しみです、皆さん。え、終わり？閉めて、これ、この動画。で、まあ、僕のランジが、ランジが、僕のランジ。まあ、ランジ、僕、めちゃめちゃ大好きなんですよ。で、ずっと言うてんな。そう、で、さくちゃん、じゃで、ランジも僕のこと好きなんですね。で、はるまは、なおのことを好きなんですよ。さくちゃんは、なおのこと好き。ということは、ということは、これは四角。はい、ありがとうございました。以上、バスターズ。終わり。それで、樋口とも、なんか、なおのこと好きみたいな感じ言っとったから、